待ってろよ。おい、えい、おい、聞いたか。まさかあいつが帰ってくるそうだ。やっぱり噂の通りだ。えらいことになった。あ、浮きた。しばらく部屋貸してくれないか。あのな、迷惑はかけない。な、さあ、おかみさん。おかみさん、何か。あの、ご案内します。川名屋はどうするつもりなんだ。おときさん、おめえのところへ隠れる気で来たんじゃねえのか。そんなバカな。そんならなんでここへ。今朝中を売ったのはあの二人だぞ。今さら島送りの恨みを俺たちに向けてくるとは思えねえ。女は取り返しに来るってのは腹しゃ別だが、相手は悪党だ。何をやる気だか分かりゃしねえぞ。とにかくおめえ、みんなに知らせろ。うん。ねえ兄貴、半年も前に島を社名になっておきながら、どうしてこっちへ足を向けなかったんです？胸の内は聞いてみなくちゃわからない。とにかく渡り歩いてあっぱれ男を売ったそうだ。女をしゃぶってたあのケサジじゃねえんだよ。今じゃ稲妻ケサジと名の付くすごい男になりゃあって、当節あっちこっちで引っ張れた子だとよ。へえ、大した出世ですね。情けねえな。こうして4人も揃ってお出迎えとはな。と言って連れて帰らなきゃ親も尿目玉だ。
出るでねえぞ。ちゃんと取り締まりしとくんだぞ。お尋ねいたしますけども、この近くに川根屋さんっていう料理屋さんはございますですかね。川根屋さん？川根屋さんの誰に用なの？おかみさん、確かおときさんっておっしゃいましたかね。おかみさんなら今うちへ来てますけど。待って、うきっちゃん。あいつだって人間が変わってるかもしれないし。前よりもっと悪くなってるかも。あんまり思い詰めないでくださいよ、おかみさん。うきっちゃん、あんたこそ短気を起こさないで。バカな真似はしませんよ。宇吉さん、おかみさんいる？ああ。こっちです。おかみさん、お客さんが。どうも、どうも、おときさん、どうも、久しぶりでございました。もう本当にどうも、お前さんと親しくて別れてからもうかれこれ5年、月日の経つのは早いもんでございますね。でもね、もういつでもね、おときさんのことはね、私もあの、ねえさん、ここの部屋ちょっと違うんじゃ。おかみさんならそこにいますよ。え、ああ、そうですか。ああ、本当だ。どうも、いいな、どうもすいません、お世話になるな。しかし、おときさん、本当にまあお幸せになるってございましたね。もう私はもう嬉しくて嬉しくてね、飛んできたんですけど、あの、この玉原塾じゃお前らのご亭主が一番の料理人だってじゃありませんか。それを聞いて嬉しくてね。もうあの、おときさん、本当にもう随分お目にかかるんですか。もうあんたのおときさん、人が悪いね。人にベラ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 言わしてるから。今の私は昔のことを忘れたいんだよ。だからさ、その一両で私のとこ来ないでおくれよ。お前さんとの因縁を切りたいんだよ。この暮らしを壊さないでおくれよ。家面を出せる身分じゃねえけど、お前さんからの頼りもらって嬉しくてね。もし玉村塾を通るときにはちょっとでもいいから言ってくれ。ご亭主の肩を。その手紙はさ、ずいぶん昔に書いたんだから、もう何書いたか忘れちまったよ。とにかくさ、もうお前さんのことはおしまいにしたいんだよ。
旦那さん、下駄。あんまさん、あんまさん、あんた、おときさん知ってなさんのかい？いい、ただちょっと旅先で知り合っただけでございます。あんまさん、に来るだけだって。そうだよ、川根の旦那さんがあいつに殺されたんだって。元はというやおときのだから今朝日のことだ。みんな殺されちまうぞ。冗談じゃねえぞ。こんな時に十手持ちのおめえが逃げ出したらどうなるかい。今度はおめえが捕まえる。どうやって俺一人でか。それが役目だ。わしらも人を集める。無理な話だ。あいつはもう昔のあいつじゃねえんだ。とてつもなくものすごいやつになってるって評判なんだ。だからって無宿をほったらかしか。だから俺一人でどうやるんだよ。三十六計を決め込むほかねえじゃねえか。お大事にな。おい、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 行かしてくれ。おい、おい、離してくれ、頼む。おい、離してくれよ、離してくれよ。の虫が収まらねえから一両もれに帰ってきたよ。
いい加減にしておくれよ。お前さんのその恩着せがましい顔見たくもないよ。出てっておくれ。見たくなかったら雨をつぶってるこった。みっちゃん、私の足をきれいに洗わせてくれたつもりだろうけどね、お前さんには見えないものがついてんだよ。そりゃそうだろう。お前さんみたいな足抜き長老がわずかな間でも川根屋という料理屋の女将さんになれてた。ああ、よっぽどついてたよ。誇りだよ。誇り？そう。暗いうちは見えないけれどね、朝になって明るくなるってえと昔の誇りがさ、けさじって誇りが私の周りをふわふわと飛んで。おかみさん、みんなが待ってますけど。六門屋さん、ここに隠れてるつもりはないんです。ええ、何をそんな。いや、隠れてたもいいよ。女一人守れなかったなんて言われちゃ玉村ジグロの治りで。な決まった。だがよ、半助の言い草じゃねえが、一体どうやって。おときさんはもうこの土地にはいねえ。ああそうですかって黙って通り過ぎるような玉じゃねえぞ。赤獅子一回わらじも脱ぐだろうしよ。 いえ、決して皆さんを巻き添えにするようなことは。あの男を裏切って罠にはめて島送りにしたのは私がやったことなんです。本当に私一人がやったことなんですから。だとしてもお前さんが進んで命を縮めに行くことはねえ。あの時手がしたのはここにいるみんなだ。すみません、私のために皆さん。でも町の人たちに手出しするようなこと決して私がさせません。させませんって言ったってやる気になりゃ何だってやるだろう。おかみさん、俺があんただったらさっさと逃げ出してるんだがね、どうして逃げねえでこんなところにいるんだ。そうだ、早いとこ町を出てどっか遠くに身を隠しちまった方がいい。今のうちだよ。追いつかれねえように思いっきり突破して、できれば戻らねえこった。川名屋の信頼は惜しいだろうがね。ねえおかみさん、これはみんなあんたの身を思って言ってるこんだよ。俺は白状なこと言や、あんたとっ捕まえてあいつんとこへ連れてって、どうぞこれでご勘弁をってことだってできねえことはねえんだから。情けねえこと言うなよ清原さん。そうするって言ってるわけじゃねえじゃねえかよ。お前さん、いつまでこの宿場にいるつもりなんだい。サジを切るつもり。そりゃお前さんならたやすいことだろうけどさ、切るんだったらあんたと私の縁を切ってもらいたいね。一
1両ポッキリでか。俺がお前さんにしてやったことはそんなことは言いたがねえけど、1両じゃ不足だよ。あと10両ぐらい出してもいいんじゃねえのか。どうせ当てのねえ旅なんだ。銭ができるまでは朝のそば離れねえよ。切るって、あの浜村かい。そりゃ、砂糖で仕込みを抜くやつだがいるって聞いてたな。砂糖一そりゃ、いっざんいっざんついてたよ。おい、この際背に腹が変えるね。あんなやつにでは頭下げてみるか。あの、もし…おい、おい、それ…おい、おい、おい…なんでございます。あのね、山さん、こりゃあの、おときさんだけの凪じゃねえんだ。この宿場の凪なんだ。一つ助けてもらえねえかい。あなた様のお名前は金がね、伺っております。強気をくじき、弱気を助け。物を頼むときはさ、よく人を見た方がいいよ。目玉ついてんでしょ。そのあんまはさ、今朝時に輪かけたぐらいの悪党なんだよ。人の商売の邪魔しねえでくれ。ね、あの礼金の方はいかほどいただけるんでございますか。私の死んだ亭主ってのはね、本当にいい人だった。仏様みたいな人だったんだよ。お金をもらわずに男に抱かれたのはあの人が初めてさ。この人のためならどんな苦労もしようって、そう思って先に。今朝時って埃が入ってきたってわけだ。ねえ、いっちゃん、時々自分が分かんなくなっちゃうんだよ。きっと嫌な女なんだろうね。あんな仏さんみたいな人に抱かれている最中でも。あんな奴にこの暮らしを壊されてたまるかって。だから番所に訴えてやったんだよ。そしたら縄をかけられて、生きながらこの宿場の人たちみんなを叩き殺すって、大きな声でわめいてさ。
男が今日帰ってくるってわけか。島送りしたのはお徳さんじゃねえ。俺一人が仕組んだことなんだ。お前だってわかるだろうな。宿番連中だってあの時は明日にしか旦那が殺されたんだ。お徳さんだってお徳さんが散々苦労したがお前が一番よく知ってるんじゃねえか。俺にできることなら何だってどんな償いでもするから。お徳さんだけは助けてやってくれ。警察じ。てめえ惚れやがったな、お徳に。どうだ、味は。変わっちゃいねえか。警察じ。お徳さんを散々食い物にして、この上まだ逆恨みして骨までしゃぶろうってのか。銀時からカッコばっかりつきやがって魚を刺身にするのとはわけが違うんだぞ。ええ、福祉。ないんじゃないかと思って。今何時？八つ過ぎです。そう。どうぞ。ありがとう。何か恐ろしいことが起こるような気がしてごめんなさい。てるちゃんいくつになった？15です。15。そう、今が一番いい時ね。でも私なんて神さんのように綺麗だといいけど。てるちゃんの方が100倍も綺麗よ。そんな。好きな人いるの？私なんてダメ。もうじき大人の仲間いるね。だと言った。あの野郎を来ちゃくれねえんですか。おときさん見殺しに。噂じゃ強気を助け弱気を顔を一杯おない。さがさま言ってやる。嘆くな。
いくら泣いても日はさざぬよ。親のない子は道間の草よ。人が見下げる見下げるかよ。来やしたぜ。目指しです。まだたくさんありますからどうぞ。出てってもらえねえか。あいつがやってくるんだ。出てってくれ。ザトイチってのが袈裟状切ってくれなきゃもうどうにもしょうがねえ。あんたのために俺たちが巻き添え食うのはごめんだ。出てってくれ。ああ早く。閉めとけ。早く閉めねえか。何をぼやっとしてんだこのバカ。
お願い、宿場の人たちだけには乱暴しないでよ。私はどうなってもいいからさ、お願い。ホトキ、おめえだけは変わっちゃいねえな。変わるわけがねえ。いいわよ、いいわよ。殺してやるよ。どうした？縁切り台の重量はそこの島帰りのお兄さんが洗ってくれるのかい？ああ客人、ここんところはあしらに任せておくんなせ。おいあんま、てめえ今言ったことをもう一度言ってみろい。私は何が決めったって昼ぐらい綺麗なものはございません。何やる、あんまに昼も夜もあるもんけ。あっしの言ってる昼ってのは女の生き血を吸って生きてる昼のことよ。なんだとされた嫌な。大きな目玉を開けてよく見てるんだぜ。どっちの誇りが生き残るか。ああてめえ座頭市か。
島にいるときはよくこうして鳥を落とした。てめえも飛べねえようにしてやる。雪の深い山道で一の出会った男女は奇妙な夫婦だった。女は大親分国定忠治の妾、男は女房を妾に差し出した忠治の子分。忠治に恩義を受けた一は女の心情を悟る。しかし三人旅の果て、男は土地の親分に女を売った。次回新座頭一、忠治を売った女にご期待ください。